エミールマックス。機械学習の価値を最大化する AWS の匠と。水木と。機械学習ソリューションアーキテクトのゴーガ。機械学習でモデルをトレーニングする方法について解説します。私はソフトウェアエンジニアで、水木さんはデータサイエンティストをしています。であれ、匠さんと水木さん、画面から出てきた。いや、出てないか。画面に出てきたんですね。よく気づきましたね。そのうち画面から出てくるかもしれません。 さて今日は皆さんが大好きな機械学習のトレーニングを扱います栄光に向かってではなく成功に向かって走るこの動画を見てトレーニングトレーニングしましょう本動画のゴールは2つです1点目は機械学習モデルのアルゴリズムの選定とトレーニングができるようになること2点目はトレーニングの進捗報告を行いフィードバックがもらえるようになることです2点目のチームメンバーとのコミュニケーションがある点が ML イネーブルメントシリーズの特徴ですね ML イネイブルメントシリーズの動画ではデータサイエンティストを含むプロダクト開発チームが機械学習モデルの開発において足りないスキルを補い合い顧客に価値を届けられるようになることを目指しています実現のためにはチームでのコミュニケーションが不可欠です機械学習モデルを活用するプロダクトでは主となるプロダクトを開発する WebOps チームと機械学習モデルを開発する MLOps のチームが連携する必要があります 先ほどのプロセスの図に担当するロールをマッピングした図がこちらになります全部で18ロールありますが18ロールがちゃんといることは少なく足りないロールを誰が補うのか確認してリリースまで進めていく必要がありますトレインを担当するロールはデータサイエンティストですデータサイエンティストがいない場合データエンジニアや ML エンジニアが兼任することがよくあります前後の人が補う感じですねそのため ML イネイブルメントシリーズではチームでの認識合わせに役立つ 1ホワット何をするのか2ホワイなぜやるのか3ハウどうやるのかの3点会議体などを設計するのに役立つ3点にコミュニケーション演習を含んでいます機械学習モデルを実装したいんだという方は3.1開発プロジェクトのマネジメントに関心がある方は1から3と3.2をご視聴くださいもちろん全部知りたい方は全部とご自身の興味や状況に合わせて見るパートを選んでね 動画の概要欄にタイムスタンプがあるのでそちらを押していただくと各パートにすぐ飛べます今回の内容はアルゴリズムの選択とモデルをトレーニングする方法について解説しますプログラミング演習では機械学習で解く問題を理解して適切なアルゴリズムを選択してモデルをトレーニングができるようにしますコミュニケーション演習では出来上がったモデルについてフィードバックを得る方法を解説しますでは始めていきましょう 1HOAT 1. では何をするのかを解説します というわけであとは、坊さんよろしくお願いします。はい、というわけでやっていきましょう。機械学習モデルのトレーニングにおけるゴールは2つです。使用する機械学習のアルゴリズムを選定することと、プリプロセスで用意したデータでトレーニングを行うことです。とはいえ、これら2つを行うために考えなければならないことはいっぱいありますので、そこを解説してくれるんですのはい、まずはアルゴリズムの選定から行きましょう。最初にアルゴリズムって何という話からしてくださるはい、かしこまりました。 アルゴリズムとは問題を解くための計算方法を指します。今ここでは二分探索アルゴリズムを図解していますが、この手順に沿って計算することで欲しい値の結果を得ることができます。機械学習においてアルゴリズムとは、モデルが計算方法そのものを指すので、モデルの種類のことを指すと言っていいでしょう。アルゴリズムにはどんなものがあるんですかこれからきっと説明してくださるんですからお待ちなさい。はい、これから紹介するところでした。 とはいえ、機械学習のモデルはたくさんありますので、すべての紹介は無理です。ここでは、見て試してわかる機械学習のアルゴリズムの仕組み、機械学習図鑑の目次からアルゴリズムを列挙してみました。こんなにあると選択に困りますね。これでもごく一部ですわ。でもご安心なさって、ちゃんと選び方がありますわ。ゴさん、説明をお願いできますこと はい。選び方のガイドですね。といっても、サイキット n というフレームワークのチートシートで選び方のガイドはあったりしますが、それ以前に、例えばこの5つを検討するだけで使用すべきモデルがある程度絞れます。1つずつ見ていきましょう。まずはどんな機械学習の問題なのかを確認しましょう。右側の教師あり学習と教師なし学習に注目してください。 機械学習でトレーニングする際に答えがあるものとないものがあります。例えば、部品の残存寿命を知りたいであれば、部品の様々な情報から最終的に壊れた時の日数を予測しますが、その場合は壊れるまでの日数を教師としてトレーニングしますので、教師やり学習です。一方、機械的に顧客をグルーピングしたい場合などは、どのグループに属すべきかといった情報は不要ですので、教師なし学習で行うことができます。また、教師やり学習の場合は、回帰と分類があります。 排気の場合は予測する際に数値の連続値を予測します。先ほど紹介した残存寿命であればあと2.5年、需要予測であればアイスクリームが5個売れるなど数値の代償が欲しいわけです。一方、分類の場合はローンを通していいかダメかのような何に分類されるのかを予測します。教師なし学習は先に述べたクラスタリングや次元圧縮のように情報量を減らしたい時にも使えます。最後にその他ですが例として異常判定を挙げております。 このデータは他のデータと比べると普通ではない異常だというのを教師なし学習で行うこともできます。もちろん正常か異常かという教師あり学習もできますが、そのようなやり方もあるということです。このように機械学習のどの問題を解きたいのかで使えるアルゴリズムが絞られてくるので、まずはここを押さえましょう。クラスタリングしたいのであれば、K-means や階層的クラスタリングなど、次元圧縮では PCA や TSNE など、 どの問題を解こうとしているかを理解するだけでアルゴリズムが絞れますわ。なるほど、こうやって問題から使えるアルゴリズムを絞っていくわけですね。次にシステムに必要な速度パフォーマンスを抑えましょう。ここでは2例を紹介しています。氷での需要予測の場合はデータが揃ってバッジで需要を予測して発注するというケースがあります。その場合、例えばデータが揃う24時から予測をスタートして6時までに1万アイテムの予測が終わっている必要があるといった流れです。 生産ラインにおける部品の異常検出の場合はもう少しシビアでデータができて5分以内に予測が完了しないといけないケースもあります。このように要求されるレイテンシーやスループットを抑えておきましょう。レイテンシーやスループットがシビアだと思いモデルが使えなくなりますし、スループットの方はスケールアウトできるかを考慮するなどアーキテクチャーの検討まで影響が出る場合がありますのよ。ここは使用できるコンピューティングリソースも考慮する必要がありそうですね。まさに次にその話をします。 というわけで、推論環境も押さえておきましょう。先ほどの生産ラインの部品の異常検出の場合は、例えば、クラウドで推論するか、エッジで推論するかを選べます。例えば、クラウドであれば、重い処理でも GPU を用意できますし、同一環境を複数用意するのも容易です。それは良いですね。その言葉のお遊びは楽しいかしら。失礼しました。クラウドはコンピューティングリソースも、ライブラリのインストールを含めた環境の準備も容易ですが、同様のことをエッジ環境で用意するのは、調達やインストール作業、管理の面で大変です。 ででででああれればばクラウドで推論すすすすいいいいじゃないですかエッッにもメリトトががりますのデータ転送コストが低いですわはい、その通りですね。クラウドで推論する場合は、一度推論データをクラウドに転送する必要があります。画像などの重いデータの転送は時間がかかりますが、エッジで撮影と推論が同一デバイスならコンピューティングリソース間でデータを転送する必要がないので、推論をスタートするまでの時間を短縮させられます。 まとめると、クラウドは推論環境の準備が簡単ですが、エッジはネットワーク的に有利なので、要件を鑑みて適切な推論環境を選ぶ必要があります。また、モデルの複雑さに対する許容も大事なポイントですね。どういうことでしょうか推論結果を見て説明する。お仕事を知りませんの機械学習を組み込んだプロダクト次第なところですね。推論した結果に説明を求められるシーンで、例えば自動審査とかで、あなたは審査に落ちました。なぜなら AI がそう言ったからです。 と言って許されるかですよねそもそも説明することがなければどんなモデルを使ってもよいでしょうし理由を説明する必要がある場合はモデルの中身を人間が理解できるような比較的単純なアルゴリズムを選択する必要があります。 左の例に挙げている決定義は説明しやすいですね。一方、比較的よく使われる XG ブーストなんかは、シャップなんかで可視化できますが、データサイエンティスト以外に理解してもらうのは難しいかもしれません。誰にどんな説明を求められるかで、アルゴリズムの選択肢も絞れますね。最後に、精度に関わる要件ですね。詳しくは ML、ML Lite 03の動画を見てほしいのですが、モデルに求められる精度を把握しておきましょう。 何でも複雑なモデルを使えば精度が良くなるとは限らないですが、簡単なモデルで要求する精度を出せるかも難しいので、説明性も鑑みてアルゴリズムを選択しましょう。みんな過去動画も見てね。みなさん過去動画もご覧遊ばせ。アルゴリズムが決まったらトレーニングしましょう。の前にえ、トレーニングするためにデータをロードする必要がありますね。プリプロセスで用意したデータをロードしましょう。 アルゴリズムによって使えるフォーマットが変わるので、アルゴリズムに合わせた形でロードしましょう。ここでは CSV ファイルを Pandas データフレームにロードする例を挙げていますが、用意したファイル形式によっては、使いたいアルゴリズムのフォーマットに直接ロードできない場合もありますので、必要に応じて変換処理を記述しましょう。いい加減トレーニングさせてよと言いたいところですが、あとちょっとロードしたデータを分割しましょう。分割プリプロセスでやったんだがと思った方もお待ちください。プリプロセスでは、 データセットをトレーニングデータセットとテストデータセットに分けました。ここからさらにトレーニングデータセットを分割して検証データセットを作成します。なぜさらに分割するのでしょうかトレーニングするときの設定に問題がないかを確認するためですわ。 はい。トレーニングをする際は、トレーニングの設定、いわゆるハイパーパラメータの設定が適切か、学習がきちんと進んでいるかを確認する必要がありますが、トレーニングデータでトレーニングを評価してもあまり意味がないので、トレーニングがうまくいってるかの確認は、検証データセットを使うといいでしょう。模擬試験のののの解き方ををを知っているる人の能力を測ろうとしたら別の問題を用意すす必要がありますものねなるほど。だから、トレーニングデータを分割して、別の問題として扱う必要があるわけですね。 さて、最後に先ほど出たトレーニングを実行する際の設定、ハイパーパラメータを決定します。ここでは決定義でのハイパーパラメータの説明文が書いてありますが、アルゴリズムごとに違うので、ドキュメントを見ながら設定しましょう。とはいえ、どんな数値を設定すればいいのか、検討つかないのであれば、まずはアルゴリズムごとに用意されているデフォルト値を試して、少しずつ改変していくのがいいでしょう。ここまで来たらトレーニングを実行です。フレームワークによりますが、トレーニング開始は簡単なことが多いです。 ハイパーパラメータを設定したモデルのインスタンスを生成してトレーニング API を呼び出すだけであることが多いです。トレーニング API も今まで用意したトレーニングデータセットと評価データセットを指定するだけです。まずはここを押さえましょう。他にもオプションの引数はありますので慣れてきたらドキュメントを見て確認しましょう。いろんな人が使うので API がだいぶ使いやすく宣伝されていますのよ。これならすぐにでも取りかかれそうです。さて、モデルが出来上がったらモデルの中身を確認しましょう。 こちらは先ほどもお出ししたモデルの中身の例です確認できる内容はアルゴリズム依存なのですがどんなカラムが推論結果にどれくらい影響を与えているのかなどを確認してドメイン知識を使って妥当かを確認しましょう例えばローンの審査で年収の影響は大きいはずだなどのことですわ逆になぜこの値がこんなに効くんだみたいなことも確認できますね最後にモデルやメタデータの保存です 出来上がったモデルというのは大抵のフレームワークではメモリにしか残っていないので保存して永続化しましょう。プロセスが落ちてモデルが飛んだらメモ当てられませんね。モデルあったもん。ちゃんとトレーニングしたもん。本当だもん。本当にモデルあったもん。嘘じゃないもん。とならないように残さないといけないですね。他にも残さないといけない情報がありますわ。はい。トレーニングで使用したコードやデータ、環境にまつわるもの、ハイパーパラメータなどですね。 観点としては、このトレーニングはどうやれば再現できるのかという観点で残します。また逆のことになりますが、同じトレーニングを2回せずに済むように、トレーニング結果のメトリックスも残しておくと良いでしょう。これらは実験管理と言います。詳しくは MLDark02 の動画で解説しているので確認してみてください。最後に推論して、推論したコードを保存しておきましょう。 出来上がったモデルのロード方法はアルゴリズムに依存しますし、推論にインプットすべきデータはトレーニングに使用したデータに依存します。つまりは、推論方法はトレーニングした人にしか分からないということです。誰でも推論できるように、モデルのロード方法と推論時にどんなデータを入れるべきかが分かるような行動を残しておきましょう。2>, 2. ホワイではなぜトレーニングをすするのか解説します機械学習はトレーニングしないと使えないからですね。 で終わらせたいのですが、少し詳細に話すと、一般的なアルゴリズムの場合は、データとアルゴリズムを実装したコードから得たい結果を得られます。これは演繹的、つまり一般化された事柄から結果を導き出すから、このようにシンプルに使うことができます。一方、機械学習は演繹ではなく機能的、つまり過去の事例をもとに推測します。そして過去の事例をモデルに教え込む行為こそが、モデルのトレーニングに該当するからです。3。 How ではどうやるのかを解説します。ここからは私が頑張っていきますよ水木さんはサポートをお願いしますまず政治メーカースタジオラボを開きますスタジオラボのログインの仕方や開き方がわからない方は m l ライト0 2の動画を見て復習してくださいねトレーニングのコンテンツを開きますノートブックディレクトリの下の05トレーニングのノートブックを開いてくださいカーネルが作成済みの ML ハンズオンを選択していることを確認します カーネルがない方も、ML-Lite02 の動画を見て作成し、ましょうね。トレーニングする前にモデルを選択しましょう。今回はサイキット・ラーンのチートシートに沿って選択します。このチートシートは絶対ではなく、慣れたデータサイエンティストの本職の人たちは使わなくなってきているそうですが、今でも初手何をするかの参考になります。最初のの分岐はデータの量です。 50以上のデータがあるので左下に向かいます。カテゴリーを予測したいわけではないので右下に行きます。数値を予測するので右上に行きます。データが10万件未満なので右に行きます。少数の特徴量が影響を与えるので右上に行き、ラッソとエラスティックネットに行き着きました。通ったルートをまとめるとこんな感じです。モデルの詳細については、ハンズオンで詳しく触れませんが、ラッソの特性も含むエラスティックネットを採用します。 使用するモデルを決めたのでデータをロードします。サイキットラーンでエラスティックネットを使う場合、インプットに Pandas データフレームを使用できるため、プリプロセスで作成した CSV ファイルをデータフレームに読み込みます。データが読み込めていることを確認しました。よくあるミスとして、ヘッダーの有無やインデックス番号の有無によって読み込みがおかしくなることがあるので、問題が発生した場合は、プリプロセスの人と平和的解決を模索しましょう。人とうまくコミュニケーションできるのも、機械学習プロダクトに関わる人にとって、 大事な素養の一つであるのは、今までのコミュニケーション演習で散々学んできましたわ。次は、データセットの分割です。プリプロセスで作成したトレーニングデータセットから、トレーニング用と評価用に分割します。プリプロセスでも使用したトレインテスト、スプリットというメソッドで分割します。また、トレーニングする際に、教師データとラベルを分離する必要があるので、それぞれ分離します。トレーニングデータセットと評価データセットが分割できたか、件数を確認してみました。 8対2の割合で分けましたが、ちゃんと分割できてますね。こういった確認処理で救われることも多いので、面倒でもこまめにやることは大事ですわ。よく言うと、教師データとラベルの分離も確認した方がいいわよ。ん何か言いましたかなんでもないですわ。さっさと進めてくださる次は、ハイパーパラメータの設定です。 今回は、エラスティックネットのハイパーパラメータの中で、l 1レ e c を、明示的に0.05という数値を与えて、あとはデフォルトで実行することとします。ようやくトレーニングです。トレーニングをするための準備を長らくやってきましたが、ようやく、です。しかし、サイキットラーンの場合は、あっという間にトレーニングを開始できます。使用したい、アルゴリズムのクラスを、ハイパーパラメータを引数に入れて、インスタンス化し、使用するデータを引数にフィットメソッドを呼ぶだけです。 また引数に評価データを入れて、スコアメソッドを呼び出しています。スコアメソッドで評価データでの精度がわかりますハイパーパラメータをチューニングする際はこのスコアを見ながらチューニングしましょうモデルはアルゴリズムによってできることは異なりますが数値の精度だけではなくモデルが妥当な判断をしているかも確認しましょうエラスティックネットはモデルに各特徴に対する重みを持ちます重みが大きいほど重要な特徴ということです 重重みみをプロットしてみましててままょううオオーバーオーバルルクアルが最も重要だとと言っていますすすこれはのの結果と合致するででで信用できそうです特徴量が増えてくると全ての特徴量を確認するのは難しいのでモデルが重要と判断した特徴量とドメイン知識として重要だと考えている特徴量くらいは確認しておくといいと思いますの次はモデルの比較ですエラスティックネットだけだとそのモデルの選択やハイパーパラメータが適切だったのかが不安です 他のモデルと精度を比較することで妥当な精度が出ているかの判断の一助になります今回はランダムフォレストという決定義系のアルゴリズムを比較用のモデルとして選択して学習してみましたランダムフォレストもエラスティックネットと同様に特徴量の重要度を出力して確認するとオーバーオールクアルが重要だと言っていますねさてエラスティックネットとランダムフォレストのモデルをそれぞれ保存します今回使用したサイキットラーンの場合はキクルやジョブリブを用いると保存できます ここでは、ジョブリブのダンプメソッドを利用して出力します。また、実験管理で今回は演習として、ハイパーパラメータだけを保存します。実務においては、ホワットで説明したトレーニングコードなどの再現に必要な情報を適宜保存してください。ここから、推論コードの作成と保存です。推論コードを実行する前にカーネルを再起動しておきましょう。すでにインポートしているライブラリを一度リセットして、必要最低限のライブラリを確認するためです。 保存したモデルとトレーニングに使用したデータを再度ロードして推論してみます。サイキット・ラーンの場合は、プレディクトメソッドで推論し、結果が出力されることを確認します。プレディクトメソッドが動くことを確認したら、推論コードを Python スクリプトとして切り出して実行できるように、改造します。ここでは、引数として推論データの CSV のパスとモデルのパスを受け取り、それぞれをロードして、推論結果を標準出力するコードを記述しています。 Jupyter では l i g h t イルというマジックコマンドを使うと、セルに書かれた内容を外部ファイルとして出力することができます。最後に Python コマンドから推論コードを実行し、動作確認を行います。これでモデルをトレーニングしただけでなく、動くモデルとコードを引き継ぐことができます。最後にコミュニケーション演習です。コミュニケーション演習では、誰に何を確認すべきか解説します。 表示している図は DevOps と MLOps が連携するプロダクト開発のプロセスに対し担当するロールをマッピングした図です今回はトレーニングを行いましたトレーニングでは誰とどんなことをコミュニケーションすればよいでしょうかトレーニングでは前提条件からトレーニングのアルゴリズムを選定しトレーニングを行いモデルを保存し推論コードを作成しましたその結果を誰に何を確認すればよいかということですよねまずビジネス要求に詳しい人に確認を取りたいですね トレーニングで精度の速報が出ます最終的な精度計測はテストのフェーズで行いますが評価データセットでの精度はこの段階でわかっているのでビジネスとして成り立つかの一時的なチェックをしたいですあとトレーニングや推論のにかかる時間といった観点からもビジネスとして成り立つかどうかをチェックしたいですそうですねもし当初の見込みと違う場合は対策を立てる必要があるのでなるべく早い段階でビジネスとして成り立つのかの確認をしたいところですまた精度については なるるべくビジネス視点でで話をすると良いでしょう単純なアキュラシーや平方誤差ではなくコスト削減や売上増加の見込みに換算すると良いでしょうエンジニアの人たちとのコミュニケーションはいかがでしょうかトレーニングの前後プリプロセスやテストをしている人であればトレーニングをしたことがある人も多いと思うのでアルゴリズム選択の妥当性や制度に違和感がないかを確認してもらいたいですね推論や運用周りの人はいかがでしょうか モデルと推論コードの使い方をドックにまとめて連携したりトレーニング時間や推論時間を連携してテストや運用に備えてもらいたいですでは最後に本動画のまとめをします本動画のゴールは2つです1点目は機械学習モデルのアルゴリズムの選定とトレーニングができるようになること2点目はトレーニングの進捗報告を行いフィードバックがもらえるようになることです 今回はスタジオラボを使いましたが AWS で政治メーカーを使うとアルゴリズムの選択にオートパイロットを使って使用するアルゴリズムやハイパーパラメータの自動探索を行ったりフリーメイン自動トレーニングやエクスペリメンツを使ってトレーニングを行うと実験管理が楽になりますぜひ MLDark01 の動画で政治メーカーを使ったトレーニングのやり方にも挑戦してみてくださいご視聴の動画は YouTube ハンズオンは GitHub に掲載しています もしエラーや改善点があればぜひイシューやプルリクエストを送ってください ML イネイブルメントシリーズでは機械学習モデルをビジネス価値につなげる方法を全力で解説していますライトパートでは開発プロジェクトの進め方ダークパートではマネージドサービスを利用し本格的な開発をなるべく効率的にこなう方法を解説しています興味がある方はぜひチェックしてください資料集お問い合わせスペシャルサンクスはこちらになります では、次の動画でお会いしましょう。さようなら。